今回はですね、なんか動画の内容がこう前半と後半でこう2つあるみたいな感じになってしまっていてですね、この編集中の今もちょっとまだタイトルどうしようかなみたいな感じではあるんですけれども、まあ、前編はですね、クラッチのリテーナーの取り付けです。ショベル以前のハーレー乗られていてクラッチのキレが悪いななんて思う方も少なくないかと思います。でちょっと前にですねクラッチの分解清掃の様子はお送りしたんですけれども、それでもねなんかこうスパッと完全に解決したっていうわけではないように感じたので、今回ねこのクラッチのリテーナーっていうのを取り付けてみようかなと思いました。なんかラムジェットリテーナーとかリテーナーリングとかクラッチリテーナーとかなんかいろんな呼び方があるように思うんですけれども、今回そちらを取り付けてですねスパスパクラッチを手に入れようと思っているわけでございます。でそれが前半で、後半はですねちょっととある整備のやり方をプロに聞きに行ったみたいな感じとですね、プラスその前回の動画の中でプライマリーカバーの締め方であったりとか、まあなんかちょっとハーレーの整備にまつわる都市伝説じゃないんですけど、なんか噂みたいな話もさせていただいておりましてですね、今回その辺の話もちょっと詳しく聞いてきましたので、ぜひ最後までご覧いただければなと思います。 Ladies and gentlemen、はい、というわけで早速作業スタートです。今回の作業ですね、ちょっと前にお送りしたクラッチの分解清掃の作業とほぼほぼ工程同じですので、まあその辺の共通してる部分っていうのはもうパパッとご紹介させていただこうかなと思っております。なのでちょっとその辺詳しく見たいよなんていう方はですね、こちらカードがビュインと出てまいりますので、こちらの動画をご覧いただければですね、もうちょっと今回よりは詳しく長めにお話しさせていただいてると思いますので、ぜひご覧ください。はい、というわけで早速エンジンオイルドバドバと出ておりますけれども、ここまでの作業はもうご覧いただいて簡単だなって感じですよね。シフトペダル外して、僕が所有しているものは9本のボルトでプライマリーカバー止まってます。もっとね古いものだと8本、今ね一番手前に見えてるボルトがない8本バージョン、8本ボルト8ホールかな、8ホールバージョンっていうのもあるんですけど、僕の方やつは9ホールバージョンですね。で前回もお話ししたんですけれども、こちらガーンって必ず落ちちゃうね、スターターモーターのワッシャーなんかもありますので、その辺も取り外しの際は注意してください。でガスケットを剥がしたらプライマリーカバーの清掃ですね。まあこれ別に清掃しなかったっていいんですけど、これねなんて言うんでしょうね、エンジンオイルなんでこの粘土があってずっとなんかくっついてんですよ。なんでその辺置いとくとねエンジンオイルまみれになっちゃうので先に拭いちゃった方がいいと思います。でこちらハイパーカット、今外したのがクラッチのアジャスターのロックナットですね。このロックナットの間に、はい、こちらホームセンターで買った特殊工具、まあただの大きめのワッシャーなんですけど、こいつをこうはめてあげてですね、プレッシャープレートとリリースディスクがバラバラにならないように、間に挟んでるスプリングがビヨンと飛び出ていかないような状況を作って一緒に外していくという感じでございます。この辺の作業の様子はですね前回の動画でめちゃくちゃ詳しく喋っておりますので、ぜひ興味ある方ご覧ください。はい、そしたらクラッチのフリクションプレート、スチールディスクを両方とも外してあげたら、ハウジングの中ブレーキパーツクリーナーなんかでザーンと掃除してあげます。これねこの間掃除したばっかなんですけど、やっぱりこのね削り粉みたいなのは結構出てましたね。で今回のテーマでありますがラムジェットリテーナーはめるためにこのね3つのスプリングを外す必要があります。先ほどのリリースディスクとかをね止めてた3本のボルトの場所、長いボルト3本のところにスプリングがありますので、このスプリングをね僕なんかこうピックツールみたいのでグイッと手前に出してあげて、ある程度出てきたらペンチで掴んで外すみたいな作業工程で外しました。結構ねこのスプリングもこのボルトスタッドのところにねこうギュッとくっついしっかりくっついてるんで、意外とねピックツールで言ったら先端負けちゃったりとかもしてたので、まあここ多少工夫がいるのかなと思うんですけれども、まあ単純です、手前に引っ張ればズルズルズルって抜けるっていう感じですね。はい、この作業を3本分ひたすら繰り返しまして、無事3本のスプリングが外れたわけです。はい、そしたら一番奥に眠っていたこのディスク、スチールでできてると思うんですけれども、こいつを今回交換するわけでございます。まあ、これね、金属のだいぶ薄いなんかペラペラなやつがついてたんですけれども、それをこちら、クラッチリテーナー4足用ということなんですけれども、こちらはね、なんかプラスチックでできた、まあ、黒いプレートですね、黒いディスク、こいつに交換すると、クラッチのハウジングが動かなくなるというわけでございます。これ、どうやってクラッチ
ッチが切れやすくなるかっていう理屈ご存知の方いますかね。なんかね、今こう触ってるあのギザギザギアがついてる大きいクラッチが入るハウジングがあるじゃないですか。あいつがね、要はクラッチ握っていたりとか、まあ、走行中こう回転するにつれてですね、チェーンに引っ張られたりして、なんかまあ斜めになったりとかすることがあると。でその斜めになって均等にクラッチプレートが動かないからクラッチの切れが悪くなるという理屈らしいんですよ。はい。でしっかりリテナープレートがはまってることが確認できたら、このスナップリングですね、こいつであの3本のネジに止めます。先ほどのプレートはあのバネで止まってたじゃないですか。それを今回このスナップリングでガチッと固定することで、まあ、そのクラッチの切れの良さっていうのをこう実現できるみたいですね。僕ね、スナップリングプライヤー、あの長いやつとかストレートのやつ持ってなくて、 L 型の短いやつだったので、あの途中まではめ込んだら最後はなんかマイナスドライバーで無理やりギューって押してはめるみたいな感じにしました。この動画でお分かりいただけるか分かんないんですけど、このクラッチのリテーナーにですね、 ABC って穴にそれぞれアルファベット振ってあって、僕はあの A を一番長いボルトスナップリング通すとこにしたんですけれども、これもし番号 B の方がクラッチよく切れるよとか情報あったらぜひ教えてください。あの今このガタガタがないか確認してますけどね。はい。そしたらクラッチのリテーナーはこれ取り付け完了ですね。あのなのでハブスタッド、スタッドボルト、こいつにシリコングリスバシバシ塗ってあげまして、クラッチのフリクションディスクとスチールプレートを元に組んでいきます。でリリースディスクとプレッシャープレートを元に戻していきます。このね、元に戻し方というかネジの締め込み方みたいなのも若干こう決まりというかルールがありますので、そちらの詳しい方法は過去の動画をぜひご覧ください。はい。そしたらカバーをつけたら終了です。無事に元に戻せたら終了ですね。ちゃんとカバーが取り付けられたら終了です。はい。こちらのガスケット新品です。あのビード付き、あの新入りガスケットにします。今回はですね、もうプライマリーカバーはめたらしばらく開ける予定はありませんので、新品のガスケットを組みます。無事に取り付けられたらもう二度としばらくは開けるつもりはないです。無事に取り付けられたらですよ。しつこいですけれども、今ちょっと見づらいんですけれども、ガスケットにシリコングリス塗っております。あの芯がついてない方にシリコングリス塗るとですね、まあ気密性アップに一役買ってくれるそうですよ。はい。そしたらガスケットくっつけてカバーつけて9本のネジ締めたら完成です。簡単ですよね。9本のネジを締めるだけです。もう誰でもできるかと思います。余計な一手間さえしなければの話なんですけれども、あの僕の過去の動画をご覧いただいている方であればちょっとお分かりいただけるかもしれないんですけれども、僕ね、なんかこうやってバイクいじったりすると一個ね、余計なことしたくなるんですよ。あのなんか良くなってほしいなっていう気持ちからやるんですよ。もちろん前回もですね、クラッチのフリクションプレート、スチールディスクにモリブデンのドライ吹いてみたりとかですね、なんか性能アップじゃないですけど長持ちしたりとか、本当に良かれと思って余計な一手間するんですよ。で今回も余計な一手間をしてしまったんですね。それが、はい、こちら、サービスマニュアルにですね、プライマリーカバースクリューのトルク値が出てるのをこれ見つけてしまったんですね。もちろんトルクレンチ持っておりますので、じゃあそんなサービスマニュアルに書いてあるんだったらこのトルク値で締めてやろうじゃないかということでですね、書いてあったトルク値のちょうど中間ぐらいに設定して締めていこうということをね、決めたわけです。これがマジで余計な一手間でですね、こんなもん手で締めた方がいいって言われてたんですよ。言われてました。はい。あのちゃんと手トルクで管理しろとかね、昔のハーレーは材質が良くないからとかね、昔のアルミだから信用できない、強度がなくなってるとかね、いろいろ言われてたんですよ。それは知ってるんです。でね、もうこれ締め込んでる時から、あれなんかこれえらい強めに締めていかないとカチッて言わないなっていうか、あれなんかこれちょっと様子おかしいぞっていうね感じ、この時からもう実はね薄々気づいてるんですよ。だから本来であればこうカチッて止まるまで、トルクレンチカチンってなるまで締め込んでるはずなんですけど、今もねこれトルク値ちゃんと再確認してるとこなんですよ。あれ本当に合ってるかなっていうことでですね、自分を信じてトルクレンチを締め込んでいったらこれです。インナーカバーのネジ山切っちゃいました。はい。地獄の音3連発お聞きいただきましたけれども、まあね、トルク値もしかしたらインナーの止めるあれトルク値だったのかなとか、まあいろいろ考えながら、とりあえずこのねじ切った山はですね一旦保留して、まあ多少漏れる程度で収まってくれるだろうということでですね、あの中のねじ山の切り直しですね、リコイルで、さすがにそれ僕持ってなかったので、はい、もう早速走り出してですね、いつもお世話になっているバイク屋さんに泣きつくことになってしまいました。
まあね、リコイルもいつかはやることになるかなと思ってリコイルキット、リコイルセットを買っとこうかなとも思ったことあるんですけど、あれまあちょっとやったことない方、ご存知ない方だとちょっとハードル高いかなと思うんですけど、あれね、タップ、ネジ山を切り直してリコイル打つっていう、そのね、二つを持ってないとネジ山の修正ってできないんですよね。なんであのタップに関しては持ってるのでリコイル買おうかなと思ったんですが、まあ、今回のその僕がやらかしたバイク、このソフテイルのですね、そのインナーカバー、インナープライマリーなんですけど、そこねアルミ製で、しかもその失敗が許されないというかね、なかなか古いものなので、まあ、パーツ買うのもちょっとバカらしいし、ネジ山やんの怖いなと思ってですね、はい、今もううちのジャムちゃんの兄弟犬チョコちゃんが見えておりますけれども、いつもはなじみのお世話になりまくっているバイク屋さんに到着したわけでございます。自分でやったことない作業はあのプロの人に一回やってもらってですね、やり方を教わっちゃおうという話ですね。あのということなので、ここからはあのプロの仕事をぜひご覧ください。あ、もう山がダメじゃん、はい、6.5 だよね。これでいく。これでまず下の穴をでかい穴を開けちゃう。いや俺多分やるってなったら相当緊張すると思う。うん、さあ、まあ、90度に開いてよ。そうっすよね、それ直角。そうなんですよ、めっちゃ水そう、うん、これで今1日 OK。 俺が今これ使ってる、俺なんでこれ下開けにこれ使ってるかっていうと、はい、チャックがさ、手チャックなんですよ、はい、オーバートルクでやってる声に絡まれちゃう。だから失敗することまずない。手チャックで使ってるうちにだんだん良くなってくる。それがすべて、そうしましたら次に取り出しましたら、これがそうなんですよ。こいつで下穴を開けるわけ。これやるときには必ずこのグリス、ここに、わかりました、はい、タップ立てるときもみんなそう、これをつけて。で今さ、衣に合わせたやつがだいたいこれが今だから、こいつの指定では 6.7 ミリだけど、これまで来たら、もう一歩進んで二歩下がるじゃないけど。なるほど、なるほど。これだから 6.7 だと楽勝に最初からこれスルスルスル入っていっちゃうんだよね。信用できねえんだよね。6.5 ぐらいでこうギュッと押して、結構かかっていったのがなんか好きなんだよね。山がないところに山を建てていくみたいな。はい、ここまで来るのにいかがでしょうか。もうここまでの間でもね、あ、なんか職人技だなっていう、もうこうプロだなっていう感じをね思い知らされたというか、こう本当にいろいろと勉強させていただいたという感じなんですけれども、皆さんどうですか。自分でやってみようかなっていう気になりましたかね。でいよいよリコイル作業の大詰めはコイル挿入に移ります。よいしょ、ほらほら、今までよりネジ強いはずだよ。でこれのが、うん、はい、リコイル作業終了です。見てるとねすごい簡単そうに見えるんですけど、これ本当に自分でできるのかなっていう気もしますけどね、まあ、ついでと言っちゃなんなんですけど、上の方のネジ山も怪しかったので2箇所今回修正していただきました。で前回の動画でですね、このプライマリーカバー閉じる時のネジを締める順番があるなんてお話をしていたんですけれども、この日もですねちょっとご自身で喋ってらっしゃったので、ぜひそちらもですねちょっとプライマリーカバーのネジの順番なんかもちょっと見ながらご覧いただけたらなと思います。ナイス。なあ、この間。まったくこれ、いつもこれ閉めてるときもういい加減そろそろやめませんかみたいな。急に対角線で閉めませんか。本当バカみたいだよね。閉め順。
俺の兄弟子と兄弟弟子の人下で当たれたやつがいるんだ。そいつと酒もう体壊しちゃって飲めなくなってきちゃったんだけど、酒飲むたびにさその話になる。目であれ下から行くに見に行ってる。やってるよな。やるやらないとなんか不安なんだよな。うちの親方言ってましたよ、あれ全然意味ねえんだけど、もう同じことでも言ってるみたいで、ね、それやらないと気持ち悪いって。それはあれですか、だからザーガリの人たちはみんなそうってことですか。だってか、うん、そうかな。へあの頃ってね、みんないろんなとこからなんて教えに来たり行ったりしてたんですよ。ああ、そうなんですね。交流があってね、はい、で、上行ってくるじゃん、そんなことやってんのかなって言いながら次行くとその人がやってたりとかしてね、やっていいんじゃん。それってでもあれなんですよね、その締め方してたら出なくなったっていう経験があるってことですか。そうだね、盛りづらくなったんでしょうね。だから俺たちも教えてるんだと思うんだけど、絶対関係ないよね。なしろその先行の先輩に言わせると、はい、ネジとネジの間スパンが広い、アルミのこれも大した強度がないから、ガスケットで締めてやるとこういうネジのとこではちっちゃくなるけど、ネジ以外のとこではこれ広がってここのとこが下がる、はい、だから本当にそうなんだ。このケースをあの常磐の上に大体そう1000番ぐらいのペーパーをここに貼って、はい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 、その常磐の上でグーってやるんですよ、はい、そうするとネジの本当にこの辺だけしか光らないんですよ。それ見るとね、あ、やんなきゃダメだねやっぱりってなるんだよね。これ当たり前なんだよね、これギュギュギュ締めるからそんな変形してって、あ下がってこっちにネジがあるところは向こう側に行っちゃうのは。なるほど、うん、本当にいつもこのケースを組む前にその常磐の上にね1000番ぐらいのペーパー貼って、はい、ガラ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 グルーやりながらさ、今ガスケットが昔より良くなったからなんて。なるほど。その当時昔は確かに紙みたいなペラッペラだったんですよ、はいはい、本当新聞紙毛が生えたぐらいの、今だんだん熱くなってるから、だから熱くなってるから余計変形するって言われてるんだけど、まあ確かにそうですよね、うん、これ締めるたんびにそれを思い出してさ、はい、もう嫌になっちゃうんだよ。だからいいかやめようと思うんだけどさ、自分一人でやってると思うなんてそれと思わないんだけど、はい、そこはそばに行ってさ、はい、変な締め方してるんだって思われるってんじゃねえかな。それ順番でそんなこと絶対ありえねえよなとかさ、ちょっと対角線で締めますよね。対角線にならないんだよね。だからあ、まあ、でも確かにそうですよね。変な不均等にネジがある。まったくね、嫌になっちゃうね。いつもそれを思ってます。酒を飲むと必ずその話だ。この話が出なくなるのはいつかな。変なもんだよな。OK ですね。あのインチキトルクレンチでやんないでよ。そうっすね、ほんともうあのトルクレンチやめます。専用にちっちゃいやつだったらちっちゃいやつ持ってないとダメだよ。あとこれはトルクレンチでこれは締めないね。変な持ち方をしてたでしょ、こうやって。はいはい、テルクレンチ、テトル、うん、ちっちゃいの探せばどっからか出てくると思うんだ、このぐらい。それちっちゃいっすね。そうそう、だからもうこのぐらいのネジを締める。なるほどなるほど。もう本当に 1.5 キロ、2キロいかない、ほんとそれ専用、ちっちゃいところ。これ俺のハーレーの車載工具のやつなんだけど、まさか出てる。車載工具スタビレなんですか。贅沢っすね。何か別に大したことないじゃん、これ安いじゃん。そうなんですか。なんで俺そんな高級品持ち歩かないですね。いや、だって小物はみんなスナップンですよ。車載工具も当たり前じゃん。すげえ。嘘ですよ。そんなバカなことしませんよ。あ、下ろしますよ、これ、はいはい、というわけでご覧いただきました。いかがでしょうか。やはりね、古くからハーレー扱われている職人さんがやることは一つ一つこうね、しっかりとした理由があって、聞いてるだけでも楽しかったわけなんですけれども、はい、というわけで今回動画以上とさせていただきたいと思います。最後まで動画をご覧いただいた方は本当にどうもありがとうございました。今回本当はですね、クラッチリテーナーの取り付けなんて簡単だよっていう動画をお送りしたいなと思ってたんですけれども、最後の最後でまあもちろん自分の不注意なんですけれども、変なトラブルを起こしてしまってですね、一悶着あったわけなんですけれども、まあそのおかげでですね、あのハーレー屋さんの修理の動画も撮らせていただけましたし、でリコイルというのもあの細かく教えていただいたので、次は自分で挑戦してみようかなとも思いました。でさらにはですね、あのプライマリーのカバーもそうですし、あの長いもう長年何十年ですよね、ハーレー職人をやられていた方のですね、まあ知識経験の本当氷山の一角だと思いますけれども、そちらもですねお送りすることができてですね、まあ転んでもただでは起きずに済んだのかなという感じでございます。まあ結果良ければ全てよしということで、いかがだったでしょうか。あのプライマリーの周辺だったりとかクラッチのことに関してはですね、動画中でもお話ししましたけれども、あの過去にお送りしている動画でより詳しく喋っております。
ますので、そちらと合わせてご覧いただきますと今回の話っていうのもより深くご理解いただけるんじゃないかなと思います。というわけでですね、まだまだ引き続きバイク動画もお送りさせていただこうかと思っておりますので、チャンネル登録まだお済みでない方いらっしゃいましたら何卒チャンネル登録もよろしくお願いいたします。というわけでまた動画の中でお会いいたしましょう。ザスター。